ホームチャンネル。はい、こちら今バンコクの MBK センター前にいます。時間は夜の0時25分ぐらいなんですけども、ご覧のようにですね、夜の11時ぐらいから一気に人気がいなくなりまして、この駅の構内とかも全然これ人が歩いてないんですよ。こんな感じで、これ日中はですね、ここぐーっといっぱいこう人がいるんですけども、夜11時ぐらいになるともうこんだけ閑散としちゃいます。でこの MBK 周辺、サイアムスクエアとかですね、近くにこれあるんですけども、屋台とかも結構終わり早いんですよ。夜10時とかにはこの辺も全部これ撤収しちゃいますね。この辺なくなっちゃいます。でこちらの伊勢丹とかですね、そっちの方は10時ぐらいまでやってますけども、やっぱり夜は人が少ないようです。多分バンコクに来たらですね、この辺の一角は必ず来ると思いますので、夜はあまり遅くまで遊ばない方がいいかもしれないです。あまり人がいないです。以上、バンコクの MBK 前からでした。